桜院は東京都足立区千住にある整形外科院である。江戸時代から接骨院として名を馳せ遠方から訪れる骨折患者も多かったという。倉の名のつく整形外科、整骨院、接骨院は全国に265件あり、倉の名前は骨継ぎの代名詞として広く知られている。倉家が千住に移ったのは江戸時代中期で、 当主は、茂直であった。千住に移った泣倉家が石骨業を開業したのは1770年から1771年頃と推定される。豪祖は千住四代目の泣倉直方。泣倉の名をさらに高めたのは、千住七代目八一と言われる。骨折や脱臼の患者が関東一円から千住に集まり、千住の泣倉、骨継ぎといえば、 ラとして全国に知られるようになっていった。1874年の異性発布の際にも、ラ系は家業を守り抜き、整形外科医院として存続している。ラ流といわれる黒子とあてぎに治療の特色がある。制服術そのものにのみならず、幹部固定を行うことに技術があり、包帯がたゆまないことで知られていた。庭の木を蒸して、薄で突き粉にし、 酒などで練り上げて作る貼り薬、黒鉱や、庭とこと時肌の粉を素で溶かした水薬を患部に塗るなどの治療法を用い、これらは当時、秘伝と呼ばれていた。黒鉱は21世紀に入っても製法が受け継がれていて、戦時の本院限定で希望者に処方している。戦時は、江戸の宿場の一つで、松尾芭蕉の奥の細道の出立の地であった。 新潟にク倉が多いのは越後との交流が盛んであったためである。長男昌介は芸人、役者、相撲取りや勝海舟といった人たちとの交友関係が広がった。ク倉では第二次世界大戦前までは飛び衆、芸者、相撲取り、宝冠からは治療費を取らないという家訓があった。ク倉委員の建造物は建築された年代が不明確で、 由来についてはわからない点も多いが、一説では1770年、五郎ともされる。旧診領書については、江戸時代末期に大改修を行っている。その契機となったのは、徳川幕府第十二代将軍、徳川家吉の休息書を内示されたことであった。その内示は、千たかのおなりのご休息書を申し作る者なりという、もので、泣くらけの当主だった始、志蔵。 小久差しが多大な苦心をして、家屋を改修し、将軍の来訪の準備をした。徳川家が高刈りを、千住で行ったのは1848年11月のことであった。ただしこの時に家吉は、倉家で休息せず、実際に訪れたのは、後の13代将軍、徳川家貞であった。倉家に現存する建物は、江戸時代末期のものに、 縁側部分を増築したものと推定される。蔵は内蔵、外蔵、米蔵が現存する。内蔵には家族はあまり入らず、使用人や所生が中のものの出し入れを担当した。年中行事の出来をはじめ、ちょ傘や道具類など家庭用品が収納され、第二次世界大戦後はカルテの保存場所でもあった。外蔵は昭和期に増築されたもので、 内蔵の収納量が限界に来たため作られたものという。長持ちや先代の人々が嫁に出たり分家していった時に置いていった人形ケースやタンス、大正期の電話帳などが残されている。米蔵は大正期に建てられたもので、第二次世界大戦前は古作農家が一年分の米を運び入れていた。米蔵には流都水や木桶なども保管されている。泣くの建物は、 1984年に足立区登録記念物となった。庭園は江戸時代に比べてかなり範囲が狭まっている。古地図によると、かつては現在の倍以上の面積があったといい、現存するのはかつて庭園だった部分の北端部である。この庭園は、もみじや山漆などの紅葉を楽しむための庭で、現存の樹木は樹齢が70年から80年ほどのものが多い。 かやの古木が存在するが、これは樹齢が100年以上であり、樹木医が養生保存を行っている。通常は池のほとりに設置される雪見道路が庭園内にいくつか残されているため、王子は地仙海有識の庭園だったと思われる。ありがとうございます。